ベルズオピオン来たら環境ぶっ壊れる。どうもリュウです。さあ本日なんですが、ベルズデッキやっていきましょう。ベルズデッキをね、めちゃくちゃ強いモンスターが、OCC の方にはいるんですが、ちょっとそちらのモンスターはまだ来ておりませんので、本日新パックで実装されましたベルズ、モンスターの中がより、ベルズバハムートさんをね、活躍させていこうというデッキでございます。ベルズバハムートさん効果は非常に、強力な効果を持っていまして、ベルズと名乗っているモンスターレベル 4×2 と、ちょっと縛りがきついですね。だベルズモンスターで出すしかないと。で、一旦に一度エクシーズ素材を取り除きながら手札からベルズを捨てると、選択した相手モンスターのコントロールを得ると。これね、永続的にコントロールを得る、つまりパクれるんですよ。これ例えばなんですけど、知らぬいのなんかホムラガミとか、なんかああいう破壊耐性とかがあるようなやつでもパクってしまえばこっちのものみたいなね。だ俺のものは俺のものだし、お前のものも、俺のものと、言ったところ、ジャイアンですね。おい伸びたっていうやつですね。このベルズバハムートさんを活躍させるために、今回は完全に一発や全力構築を、してきました。つまり何が言いたいかというと、ワンキルするっていうことですね。あの一発やっていうのは、ベルズが全部でこいつ出すときに3体いるんですよ。なのでベルズモンスターで固めましてですね、例えばベルズカストルね、カストルは召喚に成功したターン、1回召喚権が増えると。ベルズのこういうモンスターとか、あと相手のフィールドにモンスターがいれば特殊感できるこのマンドラゴとか、こういうモンスターを使って、4を2体並べてこれ出していくみたいな感じですね。で手札にもベルズないといけないのがちょっと辛いんですけども、ベルズ3枚かき集めると。で、結局そのバックに あまりにも弱いので、あのインガセさんとかデンモンズジェーンとかも全部効くんで、そういうなんかカードとかをこういう、カードで、勝利していく。でドローセンス魔法罠で挨拶を引いていくと、そんな構築になってます。で相手は表側のモンスターを出してほしいんで、基本的にはそのクリボールでライフを耐えていくっていう感じにしていました今回は。で先行やること基本的にあまりないんですよ。なんで黄色コイン黄色プレミみたいなデッキなんですけども、一応ね、リバースで相手の表側のカードを戻せるフレイスとか、あと、特殊召喚して、いたレベル5以上のモンスターを破壊できる、ザ・ハークとか、この辺をセットしておくと一応初動には、ギリギリになってるかなみたいな感じなんで、この辺を使っていく。で一番やっぱり強いのはこれなんですよね。ベルズの中でもベルズ・ケルキオンっていう、こいつが唯一と言っていいアドバンテージを稼げるモンスターで、墓地のベルズを除外して、ベルズが墓地に2体いないといけないんですけども、1体片方除外すると、除外した方じゃない方のベルズを回収できて、でさらにこの効果を発動すると手札からベルズを召喚できるっていう効果があるんですよ。なので、ケルキオン、墓地に落ちてればケルキオン召喚がもう簡単にランク4出せるようなギミックになるんで、こいつはすごい強いですね。中盤以降、デュエルの中盤以降にかなり強いカードとなっております。で、ランク4はいろいろ新しいカードとかいるんですけども、今回はほとんど使いません。バハンムートと、あとこれね、タラトス。タラトスはワンチャン強くて、一旦に一度、エクシーズを取り除くと、他のモンスターの方が受けないと。だからブラックローズとかで破壊できなかったりとか、レビオニア効かないとか、いろいろあるんですよ。なんで、こいつもワンチャン結構強いですね。タラトスを、に軸持ってって、タラトスビートみたいなのももしかしたらできるくらい、結構こいつは強力なモンスターですね。はい。早速、ベルズ全力ワンキルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。補給トス抜けるんですかって言われて、抜けないですけどって言って、はじゃあザコですねって言われてさ、いやおかしいと思うわ俺。召喚師アレイスターの実装をゴーしたやつマジでクビにしろよ。いやもうボーナス勝ったやろ完全に。言及しろよ 50% 減ドロー。あモンスターいね。エンド現状苔抜けるエクシーズガガキゴしかいない。間違いねえわそれ。間違いねえ。エクシーズで苔として抜けるやつそんなにいっぱいないその気しますけどね。フレイスか。フレイスちょっと若干強そう。ちょっと若干の強さありそうだけど、フレイスこれでもワンキルできないのつらいな。フレイスとかさあ、なんかすごい遅延デッキ、俺今すごい遅延デッキみたいな。遅延デッキのムーブどう。遅延デッキムーブ、一応タナトス出すね。じゃあこれだったらタナトス出してもいい気するけどな。とりあえずぶん投げに行くか。反転は反転どう。反転なんかあんねん。いいや、これっていうかあれだな、底なし対策で一応インガセさんか。オッケー問題はないわ。
銀河切断は問題ない。ゴブリンドバーグ OK。 エンドでいいんじゃないのもうこれ。エンドあるけど、ね、全然エンド全然あるわ。出しに行って、でもタナトスだったら出してもいいか。ザ・ハーク、こうして、はい、でザ・ハーク召喚で、タナトスは出しに行っていいや。はいはいはい、一応モンスターとか使ってます。なんかリバースモンスターで処置されるとかあるから、ザ・ハークで、これでバトルです。これでモンスターが効かん。おっしゃ来た、神ゲーだ、来た、危ねえ。これライコの方がウケん、強い、ライコの方がウケんの強い、強え。神プリング来た、漢字読み切った、よっしゃ出しろ、危ねえ。これは今な遊戯王がうまいぞ。さあアストラル選手、ライトロードデッキですね。はい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 、いいでしょう。でこれでブラックローズとかされてもそんなに困りはしないってやつですね。はい、でライトロードアサシンライデンを捨てて、ライデンを特殊召喚していく。いいだろう、悪くないだろう、いいだろう。そしてこれで、7シンクロ入る、8エクシーズも入る、あ、4エクシーズも入るぞ。7シンクロ、ミカエル OK、 ミカエル OK、 ミカエル OK、 ミカエル効果 OK、 ソーラーエクステンジ OK、 防御札落ちてなければ問題はない、一切。ちょっと墓地君にいいですか、防御札、あ、防御札落ちてね、いける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 、防御札落ちなければいける。出た、でこれで効果使ってくるからよ、ミカエルが。よっしゃ、そうタナトスはなんと相手ターンでも使える効果で、このターンモンスター効果を受けなくさせることができるぜ、史上最強だ。よし耐えた、援軍いいだろう、防御が落ちないで、防御が落ちないで、アサシンライデン OK、 そこまではいい、もうやめて。レベルコピー、え、何これ、レベルコピー、レベルコピー4、はあ、なるほど。え、何置き、あ、そっか、なんか処理しないとあいつ負けんのか、デッキ切れで処理しないと負けんのか、なるほどな、そういうことな。ここ44でしていくし、じゃあこいつの効果で、こいつの効果でデッキゼロなのか負けんだ、あれ高魔球のハマ、なるほどな、了解。オッケー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 、神ゲー見せれるわ、多分こっち次神ゲー見せれる可能性がある。いくぜ、クルボール、オーケーオーケー、オーライドラオーケー、墓地にベルズはなんといるんですね。ケルキオンを召喚、そしてケルキオンのモンスター効果を発動、墓地にベルズモンスターが2体存在する場合、片方をゲームから除外し、片方を手札に加え、さらにこの効果を使ったターン、俺はベルズモンスターを手札から1体召喚できる。いけベルズザ・ハーク、そしてレベル4のベルズモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、ベルズバハムート、そしてベルズバハムートのモンスター効果を発動、手札のベルズとのついたカードを1枚墓地に送ることによって相手のモンスターを1体パクることができる。ふん、そして攻撃表示変更、このモンスターは2回投げるらしいな、バトルフェイズだ、くらえ、ふん、とやー、しょれー、これがベルズよ。ちょっとなんかトラップカードとか入れるとさ、ベルズのさカードがなくなっちゃうんだよ。だそうするとさ、バハムートの効果使えないんだよね。あ、これはこれはワンチャンめちゃくちゃ強い。次トップベルズだったら最強。そう、やっぱクリボールが最強なんですよ。そうなんですよ、それはあるんですよね。あー、なるほどね。はいはい、契約書 OK です。契約書効果、手札かフィールドから悪魔族融合するやつ、いや、ボールキッズタヤリです、ありがとうございました松田さん、クリボールに分からされたようですね
結果クリボール最強説デオールホッケー。これ1体でエンドないかな。1体でエンドっていう神ゲー、1体でエンドの神ゲー、1体でエンドの神ゲーだよさすがに。え、これあるある、あのなんかレベル3のやつ、チューナー、あティポーン、あそこ2体出てくるのか、そうかティポーンの効果だ。オッケー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 、まあ、それはしょうがない。さあでベオルフ2体目、ベオルフ2体目、はい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 、これベルズやったら嬉しいんだけど、よし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 。でも待ってくれ、これパクるしかないのか、これパクってアイルシトルしか俺には道がないのか。耐える、次のターン耐えれるか分かんないもんな、陸しかないもんな。カストル召喚で、カストルの効果でベルズフレイスを召喚で、これディスティニードローっすかね、ディスティニードローっぽいっすね、ディードロっぽいっすね。いやバハムート行くしかないのかこれ、バハムート行くしかない、マジバハ行くしかないの、ほんま。いいか、でこことここでこうしてベルズバハムート出して、いやこれ打点同じなのふざけんなよ、でベルズバハムート効果フレイスを、いやカストルな、カストルフェッてやって、でこれパクって、はい、これワンチャン、これでエンドもありますけどね。これでエンドもワンチャンあるんですけどね、ワンある、さすがに投げるか、これどうすんのが正解なんだろうな。永続パクリなんですよバハムートって、だから相手がモンスターを展開できなかった場合はこれクリボールで耐えればいいんで、こうワンチャンこのままエンドもあるんですよね。このままエンド結構あんだよな、このままエンドしてみるよ、ちょっと一回一旦このままエンドあるな、これ永続パクリなんですよバハムート、結構それが強くて一生こいつ俺のもんなんでね。で1000ダメージ入った、オッケー、これ次も俺バハムート引いてきたらパクるからね、またこのモンスター、相手がモンスター出したらモンスター2体パクるっていうね、神喧嘩起きますからね。セットはいい、セットはいい、セットバトル来た、クリボール OK OK、 ベルズカード、ベルズ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 モンスター頼む、ベルズモンスター OK で、ベオルフ効果、相手の魔法トラップ全部破壊します、因果切断、そうやるな、待てよ落ち着け、2500、ケルキオンでパクることができる、相手、あの2500を突破すればいいんだろ、これダイアルフでいいんじゃないか、待てよ神ゲー起きるぞ、ベルズケルキオン召喚していく、でベルズケルキオンの効果を発動、墓地のベルズモンスターを除外して、どれ欲しいかな、どれもいいや、これいいか、これ除外して、でカストル持ってきて、出たで効果発動して、この効果を発動したターン、てことだからベルズモンスターを特殊召喚できる、そして特殊召喚じゃない、召喚できる、さらにここで相手を除去すればいいから、これはダイアルフやろ、打点足りねえからよ。レベル4が2体来るぞユーマ、いけダイアルフをエクシーズ召喚、そしてダイアウルフのモンスター効果を発動、素材を1個取り除いて自身と相手のモンスターを破壊していく、ちょ危ない、こっち危ない危ない、自分のモンスター破壊しそうだった、バトルいけー、神ゲーだ、デュエルリンクスは神ゲーだ、どうやら理解しようだな、そうだこれがデュエルリンクスだ、そんなに良くない、あのスピリットドラゴン逃げられるし、フレイスセットエンド、納得がいくワンキルを見てみたい、納得がいくワンキルはいつも3戦目で採用しますけど、あギアギアングが来た、全然あれじゃなかったわ、オルテナじゃなかったわ、これなんだスキル、こいつのスキルなんだわかんねえな、でこのターンバトルフェイズ行わないからここは死ぬことはないね、ってことは、バウンスして相手戻せるね、はいはい OK、 はいギアギアンドクロス OK です、クロス効果ギアギアアクセル外して機械図をサーチしていく、さあギアクレーム OK、 ギアクレーム OK、 オーライ OK、 オーライオーケーオーライ、これ分からせることできそう、ベルズ飛行、カストルカストルカストル、
ひも、なるほど。ハリケーン、挨拶、挨拶、判定、バウンス、ベルズやってること強いのにさ、これ4000ライフ削れないのやばくない？侍出してもワンキル取れないしな。これ何出したらいいんだろう、わからねえ。バハムト行くか、バハムトいいや。はい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 、これでワンキル取れないとかマジで甘いでしかねえだろ、ふざけやがって。てかさ、ベルズクレイスって強制なんだね、強制なん だ今のところパクれないんだね、普通に。強制か、あんまり強制と相性がないんだよな。はい、フォードレス OK です。戻しちゃうのがあだになってますね。まあ一応あのコストラインで今戻したところで、戻さなかったところでパクれないんですけどね、どっちにしても。エクセクリボール、よっしゃ耐えた、よし耐えていく、ドロー、オーオッケー、ナイトショット、ナイトショット、オー、なんかチェーンある、同級部隊、うん、バハムート効果、ベルズフレイス送って、で相手のモンスターパクりたいなっていう効果、ドキューブータイ、オーケー、どうやって復活なんだよ、ええー